北方の女はなぜここに来たんだ。掲示板を見た。その怪物に詳しい者はいるか。俺が話そう。ウィンダマー湖の南のほとりで行方不明になった巡回兵がいる。あんたに調べてほしい。なぜウィッチャーに頼む。南にレンガ職人たちが住むバイウェイズという村がある。みんな逃げ出して今は空っぽだろう。何でも人を襲う怪物が出たそうだ。レダニア兵があそこを巡回することはない。馬鹿げてるからな。強盗も帝国兵士は襲わない。さらに馬鹿げた話だ。となると怪物しか考えられない。巡回兵に何があったのか調べてくれ。帝国にとって兵士の命は大変価値あるもの。何があったのか報告すれば真っ当な報酬が与えられる。いいだろう。巡回兵の安否を確認する。バイウェイズの怪物がいようがいまいがな。頼むぞ。ダメよ、希望は捨てちゃダメ。ロージ、走れ。誰かいるのか。もう安全だ。出てきていいぞ。ああ、ウィッチャーか。何があった。ニルフガード兵に襲われた。金目のものを奪いに来たんだ。もう物資なんてないのに。奴らを殺したのは一体誰だ。さあな、あんたが殺した怪物にやられたんだろう。グールが村の危機を救いに来たなら前代未聞だな。そのうち掲示板を見て仕事を引き受けるようになるぞ。なぜそんなことを気にするんだ。何か隠しているな。改めさせてもらおうか。何もないぞ。黒の軍団ですら何も見つけられなかった。下がってろ。公平な戦いじゃなかった。仕方ない。鎧を食い破るとはな。地面に叩きつけられている。内出血がひどい。血の匂いが残っている。辿っていこう。そこには何もない。
痕跡はこの家に向かっている。何があった？何があったとはどういう意味だ？まだ危険は去っていない。村を襲う恐怖から救える者は俺しかいない。何も知らん。よく聞けよ。知ってることを全て話さなければ全員死ぬかもしれん。わかるか？その重荷に耐えられるか？村の地下に地下道がある。地下道？エルフの遺跡だよ。村人が宝石なんかを失敬し商人に売ったりしていた。それが大変なことを招くなんて考えもしなかったが、瓦礫をかき分けて進んでいくと部屋があった。中で怪物が眠っていたんだ。柱を壊して天井を落としたが怪物を埋めることはできなかった。どんな怪物だった？地下は暗くてよく見えなかった。ニルフガード兵はどうやって殺された？見ていない。わしは逃げたから。扉の鍵を渡せ。入るつもりか？いや、怪物の頭で運勢を占うだけさ。さあ鍵を。よし、間違ってたら止めてくれ。お前たちは怪物の巣の入り口を塞いだ。だが宝に目がくらんだニルフガード兵がまた開けた。お前たちは兵士の死体を葬ろうとしたが、匂いに誘われて村へグールが押し寄せた。そこへ俺が来た。そういうことだろ？ああ、あんたの言う通りだ。俺はこの中に入る。いつまでも戻らなければ逃げろ。扉を釘で打ちつけても意味がない。おそらく地下道の出口は他にもあるはずだ。ちぎれた毛皮か。エキュマーラか。ここで眠っていたのを村人が目覚めさせた。鎧を貫き動脈にまで達している。
よかった、生きていたか。地下で生き物マーラが眠っていた。年寄りのな、きっと何世紀も寝ていたんだろう。生き物マーラ？吸血鬼だ、もう危害を加えない。首を切り、心臓に杭を打ち込んだのか。やるべきことをやった。二度とあの地下道には入らないことだ。エキムマーラは群れをなす。あんたを雇ったわけじゃないが、お礼をさせてくれ。そうだな、受け取ろう。ではな。なぜここに来たんだ。巡回兵のことで来た。バイウェイズの人々は吸血鬼に怯えていた。戻ってこない原因もそれか。エキムマーラは強い。波の兵士では歯が立たん。彼らは英雄として手厚く葬ろう。これは報酬だ。よくやってくれた。3日に一度しか入浴しないというのは本当か？